気仙沼市の学校の学校薬剤師をちょっと2件と、あと今、コロナウイルスのワクチンを、薬剤師が希釈充填してて、その作業に、主に加わってるのと、あと薬剤師偏在解消事業っていう事業の時に学生の面倒見たりをしてます。薬剤師もやっぱり基本的に同じ地方でも、例えば地方よりは都会、都会地方の中でもなるべく都会っていうふうに、その人が集中しちゃってるので、そのいわゆる田舎の部分のその魅力を伝えることで、その学生さんに都会にだけ集中しないように就職するように、その地方の魅力を PR する事業ですね。もともとは難病の治療薬とかを作ってみたいなと思って、でその研究の方の薬剤師にしようと思ったんですけど、その途中でちょっと臨床の方面白いなと思って、今は臨床の方に、はい、進んでいます。少し考え方を変えると結構いろんなことができるようになって、例えばちょっと時間の使い方を変えるだけで、その朝早く起きたりとか、1時間早く起きたらできることが1時間分増えるわけで、そのそれだけでちょっと変わるんだなっていうことを意識しながら、どこを変えたらどういうことができるかっていうのを意識しながらやってますね。そうですね、医療って例えば薬出せば何でも解決するかっていうと、そうでないことの方が多くて、でも患者さんとしては病院に来た以上は何か薬出してもらいたいとか、そういうことで来るんです。でなのでただそこで薬出してしまえば、そのほっといても治ることまでその手出して余計な副作用が出たりとかするので、患者さんのレベルを上げるというか、教育的なところ、その対処が分かっていればその薬がいらないようなところも結構あるので、そういうところまでをその患者さんで自分でセルフメディケーションできるようにその手伝っていきたいかなと思います。釣りに行ってますね、この、はい、かなり行ってます。この辺とても海近いんで、まあ、本当に最初の方とかはこの昼休み1時間あったら行ってるぐらいです。ちょっと今は行かないんですけど、そうですね、今1時間半ぐらいで片道行けるので、例えば仙台の端から端まで行ったら1時間半じゃ行かないと思うので、意外と、はい、仙台からであれば近いですし、新幹線とかも今は1時間ぐらいで、その駅から1時間ぐらいでは来れるので、今は随分便利になりましたね。冬もその雪がいっぱい降るとかはそのなくて、その雪が数センチ積もったら、その騒ぐというのはその日本海側とかと比べたらすごく雪とかは降らないで快適に過ごせますね。やっぱり食べ物が美味しいところですね。海が近いので海産物美味しいですし、意外と山もそのリアス式海岸で山もあるので、山のものも美味しく食べれるので、それがいいかなと、はい、思いますので、皆さんよかったら来てみてください。薬剤師目指す学生さんは結構テストだ、追試だ、その実験だっていろいろやることがあると思うんですけど、その時に勉強したことが、そのただ勉強するだけじゃなくて、今後臨床の現場に出ても働いても活かせる場面がいくらかあると思うので、その時のためにいつでも応用できるように勉強頑張ってください。